よいしょ。このあのやっぱさね、あつ森が、あ、全然当たんねえじゃねえかよ。ねえ、待ちに待った。もうなんかね、ペット干からびてるよ、僕の住民。全然いなかったよね。もうローディングすらもう、だって長すぎて、到着してないもん、島に。ああ、来た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 。秋になってる。秋の紅葉してるやんけ。元気で何より。僕が知らない間に紅葉してたし。秋は秋でなんかアップデート来るの。まだ変わってないんだ。え、長くない？めっちゃローディング長くない？何見てんだよ。皆さんおはようございます。久しぶりやな。13日、いや4日後。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ、あ、わだ、季節の話題、それよりもさ、季節の話題よりも僕がさ、このあつ森やったっていう話題について触れて無反応や。なんなら静江来たかなぐらいの感覚で僕の方見るじゃん。今朝お散歩中に木の実が落ちてるのを見かけたんです。木の実を見ると秋を感じますよね。だから僕を来たのを感じてくれ。共有するとどんぐりや松ぼっくりが落ちてくることがあるので、皆さんも秋を感じてみてくださいねって。めっちゃ秋おすすめするじゃん。そうだ、あ、来たか、ついに僕のこと来てくれたね。あ、そういえばコロスさんようやく来てくれる。 DIY レシピだ。小さな木の実のツリー、お前クリスマスの時にやっとけよそれ。なんやねんお前、木の実のツリーって光もしないだろう。何のレシピを送られてきたんだよ。来た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 。あー、1号がもうなんかすごいことなってるよ。みんな久しぶり、おはよう。誰も無視、誰も見気づかない。あー、いやー、お前だけだよ。ペリカ、マスカラだった。マスカラも違った、マスカラスだった。いいこと教えてあげるよ、久しぶり。今すぐ久しぶりって言葉を言え、一言。お前まだ間に合うぞ。全然いけるからな。その一言教えてあげるよじゃなくて、僕に挨拶で久しぶりって言え。誰かに思いを伝えたいとき勇気が出るリアクションがあるんだ。僕の中では君が一番だ。なんかめっちゃいいこと言うよ。たとえ君の中では僕が一番でなくとも。なんか瞑想してるの。やばい、ポエム読まされたよね。こんな感じで思いついた時、このニヤリを使ってごらん、きっと勇気が出るよ。かー、おー、ニヤリゲットした。ニヤリを膨らむ。あー、いいねいいね。君の瞳に乾杯って、僕が滑ったみたいな言い方すんのやめてくんない？これ何これ、君の瞳に乾杯って。じゃあこうやって、あー、来た来た来た。てん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 、登録してなかったからすぐ開けない、全然開けないって。あとトンボめっちゃ見てる。めっちゃ猫ちゃんめっちゃ見えない。なんかこいつ猫ババじゃなくて誰だったっけ。あ、ニヤリもさせて、ちょっといろんなやることあるからね。あ、ブーケか、ブーケの名前も忘れちゃったよ。あー、いいねいいね。てん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 、来た時にてんてんてん、おい登録しろや、登録しろや。もういいや、もうやるのよ、もう疲れちゃった。あー、まあ、トンボどうした。コロンちゃん久しぶりだけどどこ行って。そう、それを待ってたんだよ僕は。ようやく話してくれたか、ブーケ。そんなに留守にしてない。やだ、大変だけ、コロンちゃんあんまり喋れなかったの。かわいいな。お互い夢や食べることに忙しすぎてすれ違っちゃってるかもしれないけど、おしゃべりはいっぱいしたいな。え、何その上目遣い、私もニヤリしちゃっていい？またなるべく時間作るし。え、何、彼女だと思ってる？これもう、え、付き合ってる設定。なんでこいつ時間作るみたいなこと言っちゃってんの。付き合った記憶ないけど、彼氏彼女の感覚で話してるよね。これからはもっと気軽に話しかけてよね、チェキ。あー、毎週チェメール送っとくわお前に。これ回さないと魚のたたりに合うぞって言って、てめえ送っとこう。え、なんか音楽もさ、すごい秋の雰囲気匂わせてない。あ、出た、猫ババ。今度こいつこそ猫ババってやつ。あ、ニコバやった、忘れてた。お久しぶり、1ヶ月ぶりだった。いや本当にそうだろ、1ヶ月ぐらい僕あつ森やってなかった、そんなサボってた。そんなに空いてないって、あれおかしいな、みんな同じやりが言うこと。さては僕、コロン君、僕は寝てる間に遊んでたでしょ。いけずなんだから。何言ってんだよこの猫、全然わかんねんだけど。あ、でも花火大会の時やってたよね。ちょっとさ、あとさ、正直なさ、アップデート、僕は期待したいアップデート言うていい？あの最近さ、やっぱ、ああ、ちょっともうそんなことより持たさないといけないからね。よいしょ。このあのやっぱさね、あつ森が、あ、全然当たんねえじゃねえかよ。おいおい、才能ないかパチンコに。なんでおい、ナイス。ポケットがいっぱいあって。あ、もう、うちわだらけ。うちわいらんって、絶対。開けよう。なんだろ、これ。パチンコ。あ、レトロなステレオ。この辺にちょっと飾っとく？あー、いい。あ、いいや。ライブ会場とか、ね、ライブに使えそう。2個ないと意味なさそうだけどな。あー、ええな、ええな。はい。
最高、おしゃれ、ハープと一緒に DJ を楽しむ、いいねいいねいいね。でさ、そうそう、さっきの話ね、さっきの話、僕さ、このアップデートでさ、やっぱ大人の方も集まりいるからさ、なんかお酒とかでもいいんじゃないかなって思うよ。お酒出てもおかしくなくない？で、夜とかにみんなでウォーウォーするみたいな運営さん、よろしくお願いします。あつ森にお酒を清き一票、これ用意したいです。ちなみにこの子のさ、あれ何なんだろうね、あの年齢、年齢気になるくない？あ、子供なの？この主人公キッズなの？え、そうなの？10歳ぐらいなのかな？小中学生とかな？いや、小中学生一人で無人島行かないだろういやいや、危険すぎだろ。親よく許可したな。夏休みのだけ期間なの？僕夏的な感じで。にしてもそんなに島発展させすぎでしょ。設定もう20歳ぐらいの設定だと僕思ってたんやけど、違うのか。実年齢いくつぐらいなんだろうね。バイトできる年にしてほしいんだけど、だったらお酒も飲めるし、20歳以上だと僕思うんだけどな。ヒゲもついてるから56歳、やかましいわ。56コロンド56でかけるの。ちょっとお酒欲しい。僕ストロングゼロ欲しいよ、ストロングゼロ。あー、びっくりした。でかい、なんかでかいやつだと思ったら影やったよな、これ。おい、コンペート落とすなって。え、カニ座のかけら、なんだそれ。カニ座のやつ落としたな、これは。嫌がらせだ、嫌がらせ、僕に対する。初めて見た？僕も初めて見たわ、カニ座のかけら。レアなのこれ、マジ？何に作れんだよ。あ、パンタいた、帰ろう。なにこれ、え、なにこの蝶々。え、ちょ、私に捕まえさせて。なにがこれ。ニシキオオツバメガガヤンキ。母のティッシュケース。あ、お母さんのありがたみはもうええわ。あとで取りに行くかし。ねえ、僕さ、新しい住民出会いがめっちゃ集合してるけど、あれは無視しとこう。新しい住民欲しいんやけど。パタヤ、あ、パタヤ、あいつどっか行ったよ多分。あいついない、見えてないし、寝てるし。起きろ、カラコン、起きて、お久しぶり。まだ買ってなかったの？もう散々言ってるよ、僕はカラコン帰ろ帰ろってさ。化石の鑑定。あ、なんか大ツバメがいたやん、なんなら。あれ、これあげるよ。かったかった、文化の発展ね。もう発展しすぎてるよ、僕の島。僕設定だと8歳ぐらいだからね。そんなに苦労させんといて。マジで、無表情やめろよ。よし、じゃあパタヤ見る？健康かよ、おじいちゃんか。公園で毎朝なんかいるおじいちゃん、ヨガやってるし、いろんな人いるな。僕もなんかそういうので体操とかってポーズできないの？あ、寝てるって？なんか目閉じてた今。あー、ダイエット中、ダイエット中。てみたいな、なんかあったよね。なんかあるよな、その10キロ痩せるみたいな韓国のなんかやつあるよね。あれやってるの？はあ、ハンドクラップ。そう、てみたいな、なんかあったよね。ハンドクラップか。あれや、リズム全然違う、音程違う。うるせえよ、わかんねえよ、僕だってやったことねえもん。うちはいらん。え、寄贈したじゃん。あれ、これ寄贈じゃないの？一回鑑定してやったのか。うわ、最悪。え、ちょっと取ってくれません？もうあの払い戻しみたいな、一回そこに入れただけだからさ、頼むよ。うわー、もうダメだ。あいつは闇企業のね、あれ、たぬき商店に売られちまったよ。最悪だ、やっちまった。そんなことあるんだ。あ、これもうお手紙いっぱい来てる。お母さんからも、やかましいな。つかの間の暑くも寒くもない季節、何も感じぬ幸せな日々。どう反応したらいいのか、ちょっと毎回困るんだよねこれね。お母さんから。お母さんね、何？またクッション、お前。ティッシュの次はクッションで、洋服来るぞ次、暖かいやつみたいな、寒いからねみたいな、冬の時期やめて。あ、パタヤから来てるやん、なんだお前。もう定期的にこいつ来るんだよね、いつもまぶいコロンへ。まぶだちのやつなのかな、それともいつ輝いててかっこいいくてまぶしいのコロン、どっちかわからないけど。あんた、たまにはサボってるかい？曲がったことは好きじゃないけど、真面目すぎるのも良くないらしいよ。ったく、生きづらい世の中だね。パタヤが一番世の中を分かっている。あんたはいつも輝いてるけど、頑張りすぎは体に毒だからさ。いや、なんだかんだ言いながら一番心配してくれるんだよね。あと自分でマブダチって言っちゃうところな。じゃあそんなパタヤ元気してんのかよ。シャイだから出てこないのかな。こっちにいるんだ。あ、いたいたいた。あ、
夢の中へお出かけ中、起きてる時にまたおいでって、お前寝てんじゃねえかよ寝すぎだろ、今昼だぜ、だってお昼寝休憩。こいつのためにたまには手紙書いとくよ。なんだろう、あいつ季節限定のやつ送ってきたじゃんちゃんとツンデレで送るから大丈夫。沖花火の燃えかすちゃんとプレゼントも送っといたから、これでね大丈夫。パタヤとの交流もね、いやツンデレ見せてるな、喜んでくれるかなパタヤ。いや夏の思い出をやっぱあげることによって、あん時確かにね夏楽しんだねっていうのを渡したかったわけなんですよ。決してさ嫌がらせとかそういうつもりで送ってるわけじゃないし、なんでそういうこと言うの、ひどくない、みんなツンデレだから僕は。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。